は紫式部の旅にお越しいただき誠にありがとうございます。この事業は福井県越前市や京都府宇治市をはじめ滋賀県大津市、福井県敦賀市、福井県南越前町の4市1町で紫式部の旅を再現し、地域文化振興や魅力発信につなげていこうと企画され、本日から10月20日にかけて深く市町で皆様に儀式や行列をご覧いただく予定です。紫式部の旅出立の儀をご覧いただきます。それでは始まります。いよいよ出発の刻限がやってきた。10年の時を経ての任官、天皇様と宇大臣道長様への感謝をかみしめ、赴任先の越前の国での誠実な務めをお誓い申し上げよう。父上の学業の積み重ねと誠実な人柄をお取り上げくだされたからこそでございますね。これから向かう越前には昨年来中国からの渡来人70数名が敦賀松原の客会に身を寄せている。それをどう扱い、どのような判断を下すか、私の最重要任務である。白楽天という詩人を生み出した中国の国は、思い描くだけで胸がときめきます。まして、その国の人々と現実にお会いする機会などあれば、どんなに嬉しいことでしょうか。先の中禅の神様、藤原の信孝様のおいででございます。改めて今回の任官のお祝いを申し上げ、今からの道中のご安全をお祈り申し上げる次第です。わざわざのお見送り、誠に嬉しく思い申し上げます。かねての私の結婚の申し出に耳を貸さず、そなたは越前に行ってしまうのか。まだ目にしたことのない地方の人々の暮らし、海山の景色に憧れて父について参ります。
越前といえば昨年には若狭への中国人の来着があり、それが今や越前の敦賀に移されている。年が改まれば私もそんな中国人を見に越前まで参ろう。いつもそのようにお言葉ばかり。いよいよ出発の時でございます。私は越前へ、幼なじみの姫君は父君の肥前の神のご就任に従って肥前の国に旅立たれました。道中の摂津の国からお手紙をいただいていました。今日私は都を離れて越前へ。お互い遠く離れることとなりました。今頃は西の海のどのあたりにいらっしゃることでしょう。この手紙を姫君を追いかけて届けるようにしておくれ。伝えゆく狩りの翼にほとづてを、雲の上書き書き絶えずして、あの幼なじみの姫君は遥か西の国へ、そして私どもの姫君は北の星の国へ。思いもかけなかったお別れにございますね。でもお心さえ通えば、確かにお手紙も通い合わせなさることになるでしょう。さあ、お気も移ろう。いざ、陰陽師殿。天皇天正天福天金天神天中天人天王。南東北東三大玉城、左清流は万平を避け、右白虎は武将を避くる、前朱雀は不絶を避け、後ろ玄武は万騎を避くる。救急頼通領、救急頼通領。出動。いざ出発だ。おお。出立の儀をご覧いただきました。再現行列隊の皆様、ありがとうございました。
では皆様、撮影の方はよろしいでしょうか。ありがとうございました。でどうぞこの後は鳥居を出たところからのスタートとなります。ご準備をお願いいたします。はい、こちら OK です。また大丈夫なら言ってください。